サルタレロサルタレロは13世紀のナポリにおいて初めて記述が見られる活発で陽気なダンス。音楽が現存しているがこの当時どのようなダンスであったかは知られていない。早い三拍子の音楽で特徴的な跳躍のステップにその名を由来する。サルタレロは中世ヨーロッパの宮廷において人気を博した。 15世紀にサルタレロの名前は決まったダンスのステップと、早い三拍子の音楽を指すようになり、この両者の使い方による例が、多くの舞踏譜に見られるようになる。一曲全体がサルタレロのステップと表紙で扱われる。例は、15世紀のイタリアでの即興ダンスとして、ダンスの手引き書に挙げられている。最初に、サルタレロを扱った、理論書は、1465年のアントニオ、 コルナッツァーのによるものである。このステップと表紙は16世紀のダンスの手引書には、つなぎの部分にしか見られない。この時代には、仮面舞踏会の仮装をした、宮廷人のグループによって踊られていた。サルタレロは、ドイツのクワダンエリアの起源になり、やがてこのダンスは、ソルターロ・タデスコとして、イタリアに逆輸入される。元来は、 ナポリの宮廷ダンスであるが、チョチアリア地方で、典型的な民族舞踊であり、ローマのカーニバルやモンテテスタッチオのワイン収穫祭での人気のある伝統の一つでもある。1831年に、ローマのカーニバルを見た、ドイツの作曲家、フェリックス・メンデルス・ゾーンは、彼の代表作の一つ、イタリア公共局の修学賞にこの部曲を用いている。北、イタリアでは、 サルタレロの唯一の例は、ロマーニャ地方のソルターロ・ロマニョーロである。イタリア中世のサルタレロの音楽の主な資料は、14世紀と15世紀初頭のトスカーナ地方の自筆楽譜である。ここに含まれる4曲の初期サルタレロの音楽は、エスタンピーの音楽と同じ様式である。この中の2曲目のサルタレロは、音楽上、比較的新しい様式である。 歴史的演奏法を実践するグループ以外でも、この曲は、ゴシックポップやメタル、ロマンティックイコール中世を音楽のバンドにカバーされており、有名なバージョンとしては、デッドカンダンスによるものや、ポーランドのジャズピアニストレシェック・モジャジェルによるものがある。ありがとうございます。